僕に分かることなら何でもお話しします。元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。アラネア？ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だってコル将軍が言ってました。アラネア隊、ビッグス隊、ウェッジ隊と人数も多いし頼りにしてるみたいですよ。僕に分かることなら何でもお話しします。そうだ、帝国なんですけど、うん、皇帝も将軍も死んだってグラディオさんたちの報告があって、国としてなくなってしまったっていうか、うん、僕に分かることなら何でもお話しします。王都で行方不明の最初を見たって話もありました。これはイグニスさんがかなり気にしてて、ルシスにゆかりのある人物なのかって。それで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか？僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。ん？かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって。当時の人々が死骸に襲われたのを助けた人物ってなってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきました。ああいう生き物がいるんだって僕なんかは思ってたんですけど、彼らは元は人間なんだそうです。何か病気みたいに人に移って、その人が死骸になってしまう。でも治す方法もなくて、みんな退治するしかないって。そうか。僕に分かることなら何でもお話しします。アコルドも死骸が出るからって結構な人がルシスに逃げてきてます。というか国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになって、その上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して、今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし、僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。え？そのために王様になって帰ってきたんだし、約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でもお話しします。ノクティス様、おじいちゃんのこと覚えてますか？ああ。あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。街で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐホテルにその人が来たんです。タルコット。でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。子供じゃねえんだから分かるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとな。俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから絶対。はい。
わかりました、ありがとうございます。旅のご無事を祈っています。一人で駆除にも出かけるし、だいぶ成長した気はする。俺もいい歳なんだからさ、成長って。だな、あんまり変わった気しねえな。ほう、言うほど変わってねえよ。ちょっとそういう方向？んじゃどっち方向だ？なんかお前らそんなに変わってなくてよかったわ。会って話をすればな。ただ、互いに頼るというよりは、それぞれが互いに任せるようにはなった。多少はさ、おっさんになったよ。じゃあ、もう料理は普通にやれんのか？ああ、問題ないな。人に頼らないとならないことは減った。もう少し頼ってもいいんだよ。意地になって全部やろうとするからね。まあ気にすんなって前に言ってたからな。俺は気にしてねえが。そういう方針の賜物なんでしょうけど。けどさ、料理は本当にすごいんだ。ああ、食ってみてわかった。他の感覚が鋭くなるのかもしれないな。この際、ウィスカム見習って店でも持ったらどうだ？世界が元に戻って、その時まだそんな気分だったらな。その辺を決める気はねえよ。相変わらず。やっぱり俺らしいだ。らしいっちゃらしいよ。まだしばらくは誰と決めないのか？そうだな、全部終わったらな。松川が胸を痛めるような危ねえ戦いに出ることもなくなんだろ。へえ、ああそうやって言うんだね。役者だな。嘘じゃねえぜ、本気だ。さて、とうとう帰る準備か。あれ切る時が来たか。誇りに思おう。ああ、腹引っ込めとけよ。